どうもどうもどうもということで、今回なんですけども、今日10月1日、もう10月になりましたと。10月になったんですけども、その10月の一発目はなんとね、28枚目シングル全国イベント参加券の第1次応募の1次応募1日に1次応募の当落結果の日でございます。いや、もうやばいっす。もう僕は本当、今までのこの全国イベント参加券の当落の中で今一番ドキドキしてます、今回。まあ、というのもね、今回はちょっと気合の入り方が違う。気合の入り方って何なんて感じなんですけど、いつも以上にもう本当に当たってくれっていう思いが強いので、本当ドキドキしてるんですけども、まあ、今回はですね、以前動画にもしたように、アスカちゃんと、そろそろアスカちゃんと、推しであるアスカちゃんと話したいということで、もうすべてをアスカちゃんに応募すると、アスカちゃんの身ぐりに応募するという宣言をしまして、で、応募しました。その宣言通りね、応募しまして、11枚今回応募できる数があったんですけども、それをすべてアスカちゃんの身ぐりに応募して、11月28日の第1部に11枚。すべて投げました。で、なんで、これ最大当選しても10枚なのかなと思うんですけども、まあ、そんなことは絶対ありえないので、まあ本当1枚でもいい。本当1枚でいい。本当に一瞬アスカちゃんと話せたら僕はもうそれだけで本当に幸せなんで、まあめちゃめちゃ少ないしね、やっぱアスカちゃんっていうところで、本当に倍率も高いので、当たる可能性っていうのは結構低いと思うんですけど、もうどうにか当選という文字が書いてあってほしいです。で、まあ、あのメールはね、僕まだ来てないんですよ。メール来てないんですけど、まあ、このね、あの、28枚目シングル君に叱られた発売記念スペシャル応募抽選企画メニューっていう、このサイト、このページの、ここですね、お客様の登録履歴ページはこちらを見れば、まあ、おそらく、その当選、今回も当選の人のみなのかな、当選の、だった場合は表示されてるんじゃないかなと思うので、まあ、今からね、見ていきたいと思います。いきます。お客様登録ページはこちら。これですね、乃木坂46、お客様の登録情報はこちら。見ます。せーの、ドン！応募済みで、あー、ミニライブか。ミニライブはもう全員なんよ、ミニライブは。だからミニライブがどうなんだろうな。これが表示されてるってことはもう出てるってことなのか。そういうわけじゃないか。これは、お、いや、これ前回のやないかい。これ前回のキーちゃんとタマちゃんのやつの当選やないかい。っていうことはこれ本当に嫌な予感がしてきた。絶対上からだもんね、最新のは。ってことはこれ、あー、当選してないんだ、これ。あー、応募履歴になっちゃった。応募履歴にはしっかり書いてあるわ。11月28日、第1部、最多スカ、11枚って。ちゃんと書いてあるわ。で、応募済みのところに何も書いてないと。いうことは、これは、あの、落選ですね。これ全部、多分。あー、マジか。マジなんだよね。これまだ当落結果来てないってことはある？それを信じたい。今、めちゃくちゃ僕は。まあ、そうよな。当たらんよな。やっぱ、スカちゃんはそうだよな。11枚じゃお前ボケふざけんなって感じだな。分かってました。あ、ごめんなさい。本当は分かってました。僕がもっと CD 買えってことですかね。もっと CD 買えということですかね。いや、足りなかったんだよな。くぅー、マジで悲しい。くぅー、表示されてないわ。まあ、でも、あの、まだね、唯一というか、あの、保証期間がまだ残されてるんで、まだ完全に終わったわけではないっていう、この応募保証期間がどれぐらい当たるのかっていうのは、わかんないんですけども、まあ、そもそもアスカちゃんあるのかな？あるかもわかんないんですけども、まあ、あればね、またこの応募保証期間で、
全く同じところに投げたろかなと思うので、まあ、それで当たるのを祈るばかりでございます。はい、ということで今回は僕はまたしてもアスカちゃんと話すことはできないという結果になってしまいました。もう悲しいので終わります。ぜひね、皆さんの結果もコメント欄で教えてくれたら嬉しいです。私はネットグッド、高評価、ツイッターとインスタグラムもやってるんで、そっちのフォローもよろしくお願いします。バイバイ。